大阪国際音楽コンクールは、大阪府大阪市において2000年から毎年に行われているコンクール。ピアノや、管楽器、弦楽器など、多数のジャンルを網羅した、総合音楽コンクール。年齢上限がなく、民族楽器、アマチュアなど珍しいジャンルの部門も存在しているのが、特徴。元ピアニストの北野洋子により創設。北野は、 神戸女学院大学音楽科出身で、結婚後も演奏を続けていたが、検証園により演奏を断念。その際、夫と若い人を育てる側に回り、若手を海外に出すための国際コンクールを開くことを話し合っていた。その後、夫は癌により逝去。子供が中学校に進学し、育児が落ち着いたのを契機に、 夫からの遺産や実家からの借金などを手元に2000年に第1回のコンクールを開催。音楽コンクールは自治体や大手メディアによって開催されるものが多く、組織に属さない音楽家が開催するコンクールは珍しいとされる。大阪の名を冠したソリストのコンクールは初めてということもあり、一回目のコンクールには延べ600人が参加した。初めのうちは、 大幅な赤字も出し、批判の目も多かったが、ピアニストの中置玲子やフランスの音楽教師、ジェルメーヌ・ムニエが審査に参加するようになった頃から、支援が広がるようになった。2009年に創設10周年。この頃には、スタート時のピアノ、弦楽器、管楽器、声楽の4部門から、民族楽器やアマチュア部門などが加わり、計18部門まで拡大している。また、 地区大会も国内13カ所に加え、パリ、ウィーン、ハンブルクなど海外6カ所に拡大し、参加国は20カ国、参加者は延べ1500人となっている。ありがとうございます。